沖縄県伊江島にある団結道場。米軍の土地収容反対闘争の拠点であった。団結小屋とは、労働葬儀や社会運動において、その闘争の現地に設けられた繁盛説の拠点。埼玉新都市交通稲線の反対運動で、中核派が立てこもった団結小屋と、地権社宅上空の空中圏を収容した。 労働葬儀や社会運動が起きた場合、支援者たちはテントを現地に設営して、その闘争を支えた。しかし闘争が長期化した場合、テントのような仮設拠点ではなく、繁盛説の闘争拠点が求められた。これが団結小屋である。団結小屋は、現地にほど近い民家を借りたり、現地に直接、プレハブ小屋を建てることによって設けられる。 現地闘争本部といった名称が多い。団結小屋は、その闘争の司令部という役割の他に、活動家が常時寝泊まりができる宿泊施設という、機能も兼ね備えている。また部外者に、この闘争の意義を伝えるプロパガンダの場としても、使われることもある。団結小屋が、用地買収の対象の土地である場合、一坪共有地として対抗することもある。 その場合、買収のために、交渉、行政代執行などを行う必要がある。土地を取得しても、団結小屋が残っている場合は、さらに裁判などで、明け渡しや建物撤去の強制執行を行う、必要がある。天神本現地闘争本部、横堀現地闘争本部、横堀鉄道岩山鉄道野戦病院機の、ネペンション天狼団結小屋、狛マの団結小屋、 農民放送等成田国際空港周辺の団結小屋成田空港問題でも三里塚闘争を支援する審査翼が成田空港予定地やその近くに団結小屋を数多く設営した。これらの団結小屋の特徴として飛行機の離着陸を妨害するために外観を鉄塔状にしたものが多く、あたかも城郭における櫓のような建築物であった。 中には高さ20メートルの鉄塔を装備して4層フロアを持つ構造物もあった。公民館や空き家を再利用したり、古材を集めて建築した建物もあった。1971年の第一次大執行及び第二次大執行でも設営された団結小屋を排除した。開港直前の年である1977年には、 20近い震災翼東派が30カ所余りの常駐拠点を構え、約110人の常駐活動家を要した。1978年、日本国政府はこれらの団結小屋を規制するため、新たに新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法を成立させた。成田新法第3条では、規制すべき団結小屋を次のように定義している。 日本国政府は、成田新法に基づき、多くの団結小屋を閉鎖に追い込んでいった。撤去活動に際しては審査翼は2000本の火炎瓶を準備して抵抗することもあり、日本国政府は、警察の機動隊や放水車、重機を投入して対応した。空港敷地内で未買収地の団結小屋は、2019年現在、空港用地内に二棟 保安用地に二棟が残存する。なお、三立か芝山連合空港反対同盟が呼ぶ。同じく団結の名のつく、団結道路は、一つぼ、共有地ではなく一般共有地である。芝山町香山新田寺横山に存在した。1977年12月に建設が、始められた。土地は、成田空港問題を理由に自殺した男性の、 父親の畑を一旦、反対同盟が借りて建設した。地下1階地上3階建てで、浴槽、トイレベッドを完備し、長期戦に耐える構造とした。1978年2月6日、航空法49条違反として、機動隊が横堀要塞とその上に建てられた鉄塔の撤去に着手する。3月25日、反対同盟が、 再度、横堀要塞鉄道を構築。3月28日、航空法違反として、横堀要塞鉄道が撤去される。3月26日の成田空港、完成当選挙事件は、この撤去のために、警察の空港内警備が手薄になった隙をついて行われた。1979年2月、横堀要塞に対して、 成田新法3条1項1号に基づく工作物使用禁止命令が出され、以降毎年更新され出された。その後、使用禁止命令の取り消しと損害賠償を求めた裁判を起こしている。2002年11月、土地所有者の元反対派の民が土地を新東京国際空港公団に売却したのに、伴い自主的に撤去した。 天神本現地闘争本部成田新報で使用禁止処分となった天神本現地闘争本部反対同盟によって成田国際空港 B 滑走路予定地西側の天神峰に1966年12月に建てられた三里塚闘争における最初の団結後や場所は千葉県成田市天神本麻南台42-3敷地面積は 約113平方メートルであった。もともと反対同盟員の個人宅で集会を行っていたが、闘争が本格化し始め、本部を建設することになった。建設当初は木造平屋建てであった。後に増築され、鉄筋モルタル3階建てとなった。1989年に成田新法に基づいて、使用禁止となり、鉄条網で封鎖された上、 警察によって厳重に警備された。2003年に地権者からの買収を完了した成田国際空港株式会社が翌2004年に反対同盟北原派を相手取って建物の撤去と敷地明け渡しを求めて提訴した。2002年に B 滑走路は暫定滑走路として共用を開始されたが平行誘導路の一部がこの建物を避けるため大きく 滑走路側に、への字に湾曲し、運用上の制約となっていた。教養間もない2002年12月1日には、この箇所で航空機同士の接触事故が発生している。2010年2月25日、千葉地方裁判所は反対派が、土地使用の根拠とした、地条件は認められないとし、なあに建物撤去と、敷地明け渡しを命じる民事訴訟判決が下った。なお、 団結街道と呼ばれていた団結小屋に続く指導も、B 滑走路西側誘導路の新設、線形改良によって、成田空港の用地に取り込まれるため、廃道となった。2011年5月20日に、東京高等裁判所は反対派の構想を棄却し、建物撤去と、土地明け渡しの仮執行宣言を付す判決を出した。8月6日早朝より仮執行によって、 強制撤去が行われた。撤去後、湾曲箇所の線形改良工事が施され、誘導路上での待機がなくなり、運用上の制約がほぼ解消された。ただし、東方地区に反対派の工作地があるため、平行誘導路の湾曲部が残されている。木のネイク病ハウス中核派の拠点であったが、1990年3月19日に除去された。 サンリーズカ闘争会館中核派の拠点であったが、1990年8月22日に除去された。大清水団結後やもともと日本社会党の現地、闘争本部だったが、後に河老協が拠点として使用した。1990年10月15日、新東京国際空港の安全確保に関する、 緊急措置法に基づく強制撤去作業が行われ、団結小屋に立てこもる、活動家二人が作業を行う、新東京国際空港公団職員や、警備の機動隊員に石などを投げるなどして、抵抗したが、機動隊員に逮捕されている。木の根団結取り出側悪協解放派の拠点であったが、1987年11月27日に除去された。 東方団結会環境参道戦規派が使用し、要塞化されていた。1989年12月4日に、運輸省が成田新報に基づく封鎖処分を通告したところ、中にこもる活動家が火炎瓶を投げつけるなどしたため、除去処分に移行した。工房は6日間に及んだが、警察の取り作戦により負傷者を出さずに活動家の排除と、 建造物撤去が完了した。5人が逮捕された。菱田現地第一取りで岩山鉄道、岩山闘争記念館芝山町岩山麻座をしほり、かつて存在した、エーカスに着陸する飛行機を阻害することを目的として建てられた、妨害鉄道。岩山大鉄道とも呼ばれる。高木二三郎の提案に、 反対同盟青年行動隊が賛同して建設が始まり、1972年に飛び職の支援もあって実現した。鉄塔の高さは制限表面を上回る60.6メートルもあった。我完全として開口を阻むと書かれた大看板が掲げられ、足場には詰書所として使われた赤く塗られたバスとバリケードが設置された。なお、 鉄塔周辺の岩山部落の住民らは、鉄塔撤去のための道路敷設に必要な、用地提供を切り札にして、新東京国際空港公団と交渉を行い、岩山部落は、神社や墓地なども含め村の機能をすべて保持したまま、集団移転する、全村移転に成功した。開港前年の1977年に撤去が行われるが、これに強く反発した。 反対派と警察が激しく衝突した。その中で、支援者が殺害された東山事件と警察官が、殉職した芝山町長宅前臨時派出所、襲撃事件が発生している。鉄塔の跡地に、成田新報の適用を避けるため、岩山闘争記念館の名称で団結小屋が、再建された。航空機妨害用の鉄塔上部に増築できる。 構造となっているが、現在は老朽化が進んでいる。これが障害となって、開港時には、A 滑走路34リットルの侵入塔を計画通りに作られておらず、北風運用では着陸は4000メートルの滑走路の、うち3250メートル分しか使用できず、滑走道端から使用できるのは離陸のみであった。 その後、新入島設置基準が900メートルから720メートルへ変更されたことを受けて、南側に750メートルの新入島が作られ、2012年12月13日より34リットル上の着陸でも本来の4000メートルの滑走路の運用が行われるようになった。成田空港空と大地の歴史館では、岩山大鉄道共有運動が行われた際に、 共有者に渡された木札が展示されている。1983年以降、共産党法規派が共産党選規派から借りており、かつては三立下芝山連合空港反対同盟の正月明けの新年旗開きも行われていた。2011年6月20日、鉄塔跡とそこに続く道路を鉄板フェンスで囲む。 工事が、なあによって行われた。三里塚野線病院千葉県三部郡芝山町、朝倉麻三大台にある。2012年8月12日に、中心的な建物のプレハブ2階建てが全焼した。成田国際空港の安全確保に関する緊急、措置法第3条第1項の規定に基づく、使用禁止命令によって、岩山団結小屋とともに使用禁止になっている。 老能合宿所1977年5月5日、三里塚闘争のため、三里塚闘争に連帯する会などが、千葉県三部郡芝山町、香山神殿に開設された。1982年8月、第四インターから派遣されていた常駐車の男性活動家による女性利用者への強姦未遂事件が発生している。 1989年10月22日に発生した火災で建物が全焼したが、厚田派は取得分の土地を囲い込もうとした空港公団を排除し合宿所を再建した。1997年5月4日、老農合宿所としての閉所式が行われ、その後は横堀農業研修センターとして活動し、旧厚田派が新年旗開きなどで使用している。 近くには横堀共同墓地も存在する。横堀団結後や1971年に現地権者の父親が反対運動のために提供した約500平方メートルの土地に平屋と2階建ての建物が建設された。2000年に地権者が居住者に対して土地明け渡しなどを求めて提訴し、2003年に勝訴が確定。 2009年には、旧厚田派を提訴し、2012年4月に、東京高裁で仮執行を認める判決を受け、2012年11月28日、千葉地裁が強制撤去。人が住んでいる反対派の建物撤去としては10年ぶり。旧厚田派の本部を兼ねていたが、強制撤去により、本部は横堀鉄道内の各指定に移転した。 横堀現地闘争本部、横堀現地闘争本部空港、第二ターミナル南東の芝山町、香山神殿、周りを誘導路で囲まれた空港用地内に存在していた。空港、第二ターミナルの南側展望デッキより眺めることができたが、施設は、塀で完全に囲まれ、 外側からは建物を目視できない状態になっていた。三立下芝山連合空港反対同盟によって1982年に建設され、1983年の同盟分裂後は、厚田派の逃走拠点となった。1998年以降は使われておらず、2007年には、なあが、空港式違いから出入りできない状態にした。 横堀現地闘争本部の撤去をナーが求めた裁判で撤去と土地の明け渡しを命じた判決が確定2017年5月30日深夜から31日未明までに強制撤去された撤去時内部からは横堀反対同盟と書かれた看板等も発見された横堀鉄刀横堀鉄刀上部構造物撤去後の横堀鉄刀横堀大鉄刀とも 空港敷地内の芝山町、香山神殿の空港用地内の市 E U 道路の隣接地に存在する。この建物が存在するため、隣接する誘導路は迂回する形をしている。すべての方角は空港敷地内で囲まれており、建物へは地下道を通って到達する。鉄塔周辺の半分はフェンスで囲まれている。外観から像の檻と呼ばれることもある。 鉄塔内に沖縄靖国祖小原国団の団長で彫刻家の金城実が制作した抗議する農民という像が存在する。空港第2ターミナルの南側展望デッキより眺めることができる。鉄塔と同じ敷地内に欠かし手という小屋や他界した活動からの墓地が存在する。また鉄塔に隣接して一つ共有地が存在しており、 航空写真、衛星写真から見ると、土地がくぼんでいることが確認できる。2021年現在、くぼ地は空港会社によって埋め立てられて、駐機場となっている。鉄塔の最上部は老朽化に伴い旧厚田派が撤去した。プロ青ウ団結小野郎活氷団結小屋、横堀団結の取り出先共産党の拠点であったが、 1990年11月27日に除去された。木の根ペンション木の根ペンション、成田式の根にある空港敷地内の CU 道路の隣接地に存在する。誘導路に囲まれた場所に存在するが、トンネルとトンネルの間から、千葉県道、茨城県道44号成田尾身川、鹿島高線に接続している。入り口には、 私有地立ち入り禁止の看板が立っている。もともとは平屋建ての木の根団結合屋であったが、成田新法の適用を免れるため、1989年7月9日にペンションとして2階建てに改築された。敷地内には1980年頃に有志が設置したコンクリート製のプールがあり、その隣接地にはかつて風車が立っていた。 同じく名称に、地名の木の根の名がつく、木の根団結取りでとは、別建物である。芝山鉄道線建設に伴い地権者である、幼稚内農家が売却に応じたことから、反対同盟によって2000年に、英家におり西へ約100メートル移動され、現在地は一坪共有地、社会党オルグの所有地となっている。なお、 芝山鉄道線はこれを曲線で迂回するように建設されている。ペンションを含む敷地はかつて空港の監視塔によって警備が行われていたが、空港内道路の整備によって現在は撤去されている。近年ではイベントもしばしば行われており、例年7月及び8月に霊部イベント、タイガードラゴンを開催している。 三立家芝山連合空港反対同盟らのボランティア団体地球的課題の実験村も活動に使用している。北原派系厚田派系ありがとうございます。